everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。7月27日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナ名古屋お送りいたします。王子ね、2回目のねコロナワクチン接種をしましたけども、全く副反応がなくしてですね、元気もりもり。やっぱりね、体内もね、若いのかなと思ってしまいました。滑り王子マスクマンでございます。はい。今週の金曜日に2回目するんですけれども、ワクチンの。いやー、なんか副反応の話を聞いててちょっとドキドキしている味噌煮込みスキーと。いやー、私ですね、今日健康診断ありまして、で最も嫌いなのバリウム飲んだんですけども、いやーこれがですね、今日違う病院行ったところ、バニラエッセンスがきつくて気持ち悪くなったダンサーズでございます。ちょっと美味しいんだけどね。はい、いろいろこうあるんですね、差がね。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは先週に引き続き、ハンバーガー。今週のテーマもハンバーガーです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリ、またはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナーは、今日はメールをたくさん紹介したいのでお休みです。この番組は、高級木材のご用名は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、名古屋で一番綺麗なシェアハウス、入居者募集中、名古屋熱田トッペロン、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート東海協和、沖縄のベニーモ丸焼き誠餅店、アートワークウェブサイト FMJG 個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。メールご紹介したいと思います。はい、お願いします。R&K のパパさんからです。ありがとうございます。ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、滑りまくり王子さん。え、滑りまくってるかな？こんばんは。今週のテーマ、ハンバーガー。その昔、ドムドムバーガーってあったのご存知ですか？ありましたよね。はい、ありました。ありましたね。かわいらしい象のマークが、目印のハンバーガーショップで、我が地元にもあり、当時は人気店でした。いつの間にか、ひっそり姿を消し、今はどこにあるのか。好きだったんだけどな。皆さんはお気に入りのハンバーガーショップありますか？ということでございます。ドムドムバーガーありましたね。懐かしいですね。ねえ、ね、某、DA さんにありましたよね。DA、DA にありましたね。はい。ねえ、懐かしいな。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。では、いきますね。はい。王子、ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。埼玉のゴーです。ジャパン、ゴーです。今、かぶったね、今。ね。もう。またもや、メッセージして、ツイキャス不参加という不甲斐ない結果に。さて、テーマのハンバーガー。30過ぎてからか。
マクドナルドよりもモスバーガーやエンダーの方に行きたくなりますね。肉質が違うし、語弊があったら申し訳ないですが、マクドナルドは子供が喜ぶイメージになっている僕です。マクドナルドならチキン系のハンバーガーしか食べないです。だって、マクドナルドのパティってペラペラなんだもん。ということです。ああ、やっぱり僕、でも確かに、ファミリーが多い印象ありますよね、マクドナルドさんって。うんうん。ね。やっぱり沖縄行ったら、エンダー行っちゃいますね。沖縄ね、やっぱりね、うん、愛知県にないので、うんまあ、そうですよね。大事、私はルートビア目当てです、うん。食べたくなります。まあ、それとあと、ジェフですね。はい、いいですよね、やっぱり。はいねえ、ゴーヤバーガーっていうのはなかなか食べれないですよね。ないもんね、こっちは、ね。ヌーヤルバーガー。あ、そうそうそう。ヌーヤルバーガー。ね, ねえ、いろいろ、宣伝もしてますしね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、はいパティスリーシンさんからです。はい、ありがとうございます。キス。キス。キスなんだ。間違えちゃうね。キスと間違えちゃうね。またそれやる。キスですよ。そうですね。はい。僕はどこのショップでも良いのですが、一番安いシンプルなハンバーガーを持ち帰り、家でカマンベールチーズを追加で挟んだり、タルタルソースを追加でトッピングしたりというアレンジが好きなんです。お三方は好きなハンバーガーアレンジはありますか？っていうことでございます。アレンジですね。でもね、今、マックですね。マクドナルドだと、その、いろいろ追加ができるじゃないですか。ソース多めとかね。この野菜多めっていうのかな。なんかできるの？できますよ。パティがね、ダブルにできるっていうのはつい最近知ったんですけど、ね、今ね、今っていうかまあ前からですけど、吉野家と一緒で、うん、いろんなこうね、増量っていうんですかね、それできますので、王子ね、よくね、そのね、ソースなんかをね、まあ、マヨネーズとかそういう類だと思うんですけども、いっぱいね、やりすぎちゃって、ウェイトがね、アップしすぎちゃってね、困っちゃったんだよね。あちょっとそういうもののね、余分に取りすぎちゃって。そうそう、油を多く取りすぎちゃって、ね。そういうの大好きだからね。まあ気をつけてね。はい。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ行きますね。はい、キユ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村の古むいかりです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ、ハンバーガー。北谷町と嘉手納町にゴーディーズというハンバーガー屋さんがあります。そこのハンバーガーのパティが絶品です。噛んだ時の歯ごたえが某有名全国展開しているハンバーガー屋さんと全然違います。あ、そうなんですか。ハンバーグを食べている感じっていうよりも、うん、肉そのものを食べているっていう食感でお腹いっぱいになるのです。店主から聞いたのですが、パティはある肉屋さんに直接制作依頼をしているそうで納得です。沖縄にいらしたら一度は試してほしいですということです。なんか高級志向ですよ ね。でもなんか美味しそう、もう想像だけで美味しそう。そうなんですよね。行きたい。カロリーがちょっと高そうでね、うん、王子心配。本当でもいいじゃないですか。お肉をハンバーグを食べると思えば。まあそうだよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい泉さんの特急サザンさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ハンバーガーはあまり食べませんが、好きなハンバーガーはあります。はい、チーズハンバーガーが好きです。ハンバーガーショップに行くと必ずチーズハンバーガーのセットを注文します。今週末にでもハンバーガーショップに行ってみたいと思います。じゃあまたやーということでございます。はい、ございます。でもチーズハンバーグうまいよね。確かにそうですね。でも実は本当にハンバーガーって前回いつ食べたかなと思って。そうなの？いつ食べました前回。いやいや、ついこの間食べましたよ。本当？家族で？いやいや、私個人だね。個人で。家族じゃないんだね。あれ一人で食べた。そうだよ。だけどね、ね、ちょっと今ね、ウエイトがね、アップアップしてるもんだから、うん、お昼だけにしましたけどね。あ、それをお昼ご飯にしたってことね。そう。朝昼晩やったらね、だいぶね、太っちゃう。そうね。そう、でも前回いつ食べたかなと思って思い出せない。もう忘れたな。あれ、沖縄かもしれない、ね。沖縄かもしれない、ね。そうなんですね。はい。はい。エンダーかもしれない。ああ、そうです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では、いきますね。はい。ラジオネーム、しなばもろともです。ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーズさん、みそ、ニコニコスキーさん、
滑り卵さん、こんばんは。間違えてるよ。いいじゃないですか。まあ、ある意味正解ですね。まあそうだね。私は先週入院しまして、2日間ほど病院食で過ごしました。病院食ってほぼ無味無臭なんですね。無味はわかる。無臭って匂いもないの？うん。びっくり。それですごくストレスが溜まってしまって、退院した病院からまっすぐモスバーガーに向かいました。私にとって味食うたハイカロリーフードの象徴がハンバーガーなんですよね。退院直後にハンバーガー3個食べるのは私ぐらいでしょうけど。3個すごい。そのハンバーガー熱は1日では冷めやらず、翌日もマクドナルドでトリプルチーズバーガー3個にナゲット5個入りをペロリ。しばらくはもうハンバーガーのことを考えなくて良さそうですが、たまに食べると美味しいんですよね、っていうことで。ああ、でもね、病院退院して、すごい味の濃いものを食べたくなる理由はとってもわかります。うん、うん。そうだよね。ね、でもすごいですね。2日連続ハンバーガー、しかも量が。そうなんだよね。しかも、諸友さんなんか胃の病気だったような気がしたんだけど、気のせいかな？大丈夫ですか、ね、大丈夫ですかね。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、では続いてですね、はい、ラジオネーム AA365 さんからです。ありがとうございます。お三方おはようございます。かっこ半え、こんばんは。あ、おはようございますよって言うとね、うん、あの王子絶対間違えるのは、はい、あの夜のご商売の方ね、夜あると必ずおはようございますって言うんだよね。で、なんでかわかる？知ってます？わかんないです。あの一番最初にね、会ったから、うん、でお会いしたから、おはようございますなんだって。え、おはようございますでしょ？うん、うん、だからおはようございますって、朝の おはようございますっていう意味合いが違うんですよ。うん。こう皆さんに初めて会ったから、ね、今日。うん、うん、だから おはようございますっていう、そういう、あの意味合いがあるみたいですね。うん、だからね、あの、王子間違えちゃうんだよね。この時間帯に おはようございますって言うと、うん、あら、夜のね、あの、お店に来ちゃったのかなって。あ、そういう錯覚。錯覚しちゃいましたよ。なるほど。おだまり。はい、毎日暑い日が続きますが、台風も心配な季節ですね。はい、今週の、うん、話題、テーマ、ハンバーガーですが、私は田舎育ちですので、ハンバーガーとの出会いは小学生後半でした。あ、ドムドムバーガーで、もちろん、相棒はシェイク。なんか、ドムドムバーガーに人気ですよね。いいよね。最近では、ハンバーガーではないのですが、ハンバーガーの形をした、うん、マリオッツっての？マリットッツ、ね。マリットッツっての？王子あの、もう一回言って、もう一回言って。マリットッツ、お？マリオ、マリットッツを？そうそうそう。マリットッツね。あの、王子あんまりちょっとそういうの弱いからね。今人気なんですよ。知らないの？知らない。マリトッツォ。まあでも、ハンバーガーではないですけど、ね。ああ、で、ハンバーガー型なんですけど、まあ。あ、そうなの？生クリームぎっしりの。あ、そうなんですか。うん、じゃちょっと甘いんだね。甘い。結構甘いんじゃないかな。バンズのようなブリオッシュがハンバーガーみたいで好きですね。うん、あのね、そう、ちょっとあの、最近流行りのやつで、ね、うん、王子にね、うん、振らないで。もうちょっと弱いんだから。王子自分がこのメール読みたいって言ったんだよ。だよね。だけどね。なんで字幕してるの？あのね、最先端は弱いんだよね。最初に割とつ知ってるって聞いたけど、反応なかったけどいいかなと思って。全然知らなかったよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、はい、カープボーイさんがね、はい、皆さんこんばんは。今ソフトボール金メダル取った。あ、取りました。おして、うん、してハンバーガーなんですけど、ミュージックソンでブルーシール行った時にハンバーガーこのようになったからチーズバーガー買って食べたらめちゃくちゃ美味しかった。後にキングタコスのジャンボチーズバーガーも最高に美味しい。ヘビーですね。ヘビー。なるほど。はい。ありがとうございます。はい。はい、ということで。はい。あ、じゃあ CM ですか？ CM ですね。はい。はい。はい。キウナ名古屋。
内総菜のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。ベニーも大好き。詳しくはまこともち店で検索。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。はい、引き続きメール紹介します。はい、お願いします。ダンサーズさん、みそさん、ごめん、これ羽生結弦も羽生結弦さんも顔負けのエクセレント滑り王子、こんばんは。滑るよ。ごめんね。はい、座右の銘はビッグマックは飲み物のシュプリームです。ありがとうございます。すいません、羽生さんも読めなかった。テーマ、ハンバーガー。昨日食べましたよ、モスバーガー。美味しいのですが、包装紙の底に大量に残ったソースをテロンチョするのを恥じらってしまう乙女です。なんちゃって。沖縄だったらジェフとかエンダーとか、もちろんロンで外せないですが、金タコのグローブかいと突っ込み入れたくなるほどでかいシンプルなハンバーガーも好きです。はい、沖縄行きたいなーっていうことです。わかりますね。そうだね。本当ですよね。もう本当にね、ジェフ行きたいなと思うし。そうなんだよね。リアルバーガー食べたいです。そうなんだよね。エンダーの。みそちゃんエンダーのあれ好きだよね。ルートビアね。ルートビアね。でもハンバーガーは、ジェフのヌイアルバーガーが好きですね。はい、そうですよね。はい。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。続いてですね。はい。はい。大体名古屋チームの皆さん、こんばんは。こんばんは。コーヒーに自分で生クリームを泡立てて、シナモンを振りかけて飲んでいます。アレックスです。ありがとうございます。ありがとうございます。今、アレックスさん、野球、ちょっとね、中断されてますけどね。うん、ソフトバンクのね、中村さんは元気なのかな？なかなかいいとこ。中村推しですよね。中村推しだもんね。中村さん推しですね。はい。工藤監督にもね、ちょっとね、声援してほしいなと思いますね。工藤監督はね、ちょっとお話しそれますけども、愛知県のね、出身でございますので、愛工大名電からね、プロ野球選手になってますけども、こちら地元ですので、
ね、王子はね、ちょっとね、応援してますね。あの、いいですかもう。いいですか、はい。わ、はいはい、かりました。はい。葛飾のさんがツイキャスで、バーガーキングに初めて行った時はなんかビビったなーって。大きさかな。ああ。うん。ね、あの、メール言ってもよろしいですか、はい、はい。いいですよ。はい、お願いします。珍しいパターンですよね。あの、メール読んでる最中に、はい、ツイキャス拾うっていうのは。あれ、ごめん。まだごめんね。途中だったよね。全然途中でございますよ。失礼しました。はい、マジ美味しいです。さあ、私は。ごめん、だってごめんなさい。だって、苦悩が入ってきたから。そうよ。だからもう終わったのかと思ったけど。違いますよ。あれ、アレックスさん、なんか野球の話で終わりみたいな。いや、違いますよ。コーヒーの話で終わり。いやいや、ハンバーガーの話なんてありますから。そうだよね。はい。はい、マジ美味しいです。さあ、はい、私はあんまりハンバーガーを食べませんが、カナダにいた時も食べませんでした。あらあら。帰国子女でございますな。帰国子女じゃないよ。帰国子女じゃないよ。ないだって。留学でしょ留学だよ。それ留学で帰国子女ではないよ。あ、じゃないの帰国だって帰国子女とは違うよ。ね、いろんなことがね、頭ぐるぐるしちゃってるから、ね。おだまり。おだまり。間違えてますけども。おだまり。一度だけ、マックに入って、テリヤキバーガーだったかな、ステーキバーガーだったか、忘れましたけども、食べたけど普通に美味しかったですね。ポテトも、変わらず普通でした。味変わるかなと思ったけど、特にあと、昼に入ったけど、客も私たちとあと一組ぐらいで静かでした。人気なかったのかなということでございますけど。カナダだとあんまりあれなんですかね。うん。うん、マックは人気がないんですかね。ああ、なあ、そうなんですかね。カナダは、どんなハンバーガー屋さんがあるんですかね。ね、なんか世界中で人気っていう勝手なイメージがあったんですけど。そうだよね。うん、どこで食べても味変わらないみたいなね。ね、そういうイメージあったんですけどね。うん、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあメールいきますね。はい。ラジオネーム、おばあからもらったプライベートジェットさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマハンバーガー。沖縄に行くと必ず食べるのが A&W のハンバーガー。旅の途中で食べることができなかったときは、早めに空港に行き、帰りたくないなと思いながら、ルートビアと共にハンバーガーをいただきますね。ここしばらく食べていないですね。早く食べたいな。名古屋も暑い日が続いてますね。夏バテに気をつけてお過ごしくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。もうみんなあれですね。軒並み沖縄によく行ってた人たちは、エンダーを恋しがってますよね。本当そうですね。わかります。はい。ね、はい、こっちで食べれないからね、やっぱりね。ねそうなんですよね。本当ですよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、銭形警部からですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。トマトスライスやマヨネーズ、タルタルソースが苦手な私にとってはハンバーガーで食べられる種類は絞られています。数あるハンバーガーでも一度食べてみたいハンバーガーがあります。そのハンバーガーは、チーズクォーターパウンダー。後に期間限定で復活した名称は、クォーターパンダーチーズです。結構あれですよね、マニアックですよね。こう期間限定のね、あれ、なかなか覚えられないんですけど、理由は、ビッグマックみたいな大きいサイズのハンバーガーが食べたかったので、チーズクォーターパウンダーは、ビッグマックみたいにサイズを大きく私が苦手とするマヨネーズのようなソースがかかって、いない上に、値段の割に食べ応えがありました。今は販売されていませんが、期間限定で、もし復活したらぜひ食べたいと思っています。ということでございます。ああ、期間限定だったんですね。うん、ですね結構ありますね。なのかなって、うん、はい、ツイキャスで、はい、葛飾の陳さん、はい、もはや滑り王子さんが帰国子女かと思う語彙力。もうね、帰国子女と留学とね、混乱されてますよね。まあでもまあ一緒みたいなもんだよね。いや、なんか違う。違うな。違うの浦添のしんちゃんさん、ハンバーガーはマックのフィレオフィッシュが好きだなーって。うん。あと、ナティナチコさん、ジェフ、本当にチューブにもできてほしい。本当ないですよね、チューブにそういえば。ニャニャンチュールさんが、ジェフの店舗は、ハエバル、トミグスク、サンライズの3店舗しかないから、もうちょっと増やしてほしいなって、本当そうですよね。そうなんですよね。なかなか。ないですよね。
そうそう。ああ、ヒカルさん、ケチャップマスタード、うん、マヨネーズ抜きで注文できるよ。あ、私の友人もですね、チーズバーガー注文して、チーズ、ノーチーズって言って注文してますからね。普通のハンバーガーにしなさいよ。なんでチーズバーガーをノーチーズで。ね、普通のハンバーガーのお値段でね。普通のハンバーガーでいいのにね。なんでだろう。食べれますよ。彼とハワイ行った時にノーチーズってすごい言ってましたから。どういうことかよくわからないなと思いながら聞いてましたけど。どういうことなんだろう。うん、いや、なかなかいい、ね、はい、テンションでお話をされる方ですよね。かなり、強烈な、強烈な性格の方です。でも、王子ね、逆だからね、うん、もう、マスタードもね、ピクルスもね、うん、多めにしてくださいっていうね、うん、それじゃないとな、なんか食べ応えがないんだよね、うん、王子の場合はね。まあ、ちょっと、王子の場合は余計なものも多めだよね、なんか。余計なものも多めだよね。そうなの？あ、ヒネスさんが、はい、名古屋のケーズピットバーだ、ケーズピットダイナーにいた後輩が宮古帰ってきてのれん分けみたいな感じでケーズピットを回転したって書いてある。あれケーズなんか聞いたことある。大須ですか。大須かね。あとね、あそこはね、あれはあそこはね、なんかありました。なんか名前だけは聞いたこと。天白のね、上田のあたりじゃないかな。うん、にも、なんか、そのハンバーガーショップありましたんで、もしかしたらそこの流れかもしれないですね。はい。照り焼きバーガーってあるじゃないですか。うん、うん。あれ、実は私、ハワイで初めて食べたんですよ。あ、そうなの？はい。日本じゃなくて。日本でまだ発売してない時だったんですよ。それが先に、日本のより前に食べて、すごく甘いなと思ったんですよ。うん、タレですもんね、うん、要は。だからね、王子あんまり照り焼きバーガー食べないですね。なんかその、甘みがあるのがね、うん、得意じゃないっていうね。はい。ということでですね。あ、もうエンディングなんですね。はい、エンディングですね。早いね。早い。はい、来週のテーマはマッサージ。はい、はい、どうぞ。え？普通なんかまた言うでしょ。なんかもうコメントしづらくなっちゃった。やめてよ。この番組はアートワークウェブサイト FMJG 沖縄の紅芋丸焼き誠餅店陸上海上輸送一貫サポート東海協和ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、名古屋で一番綺麗なシェアハウス入居者募集中、名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、高級木材のご用命は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、本日もお聞きくださいましてありがとうございました。来週のテーママッサージです。はい、桜井さんありがとうございました。初めまして、ございます。ありがとうございます。来週面白いよね、マッサージだよね。思い出しちゃうな、昔を。はい、はい、含みを持たせるね。来週も聞いてね。閉店ガラガラ。はい。今週もお聞きくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、マッサージの中継の番組やりましたね、以前。ありましたね。もうね。5年以上前ですけど。もうね、本当にマッサージって聞くので、思い出すよね。はい。録音して、この前聞いたんですよ。ちょっと驚いてね。え、もしかしたら、来週流れちゃう？それが。流れない、流れない。流れない。マスクは悶絶の中継でしたね。だって本当に痛いんだもん。桜井さん、名古屋から、放送しております。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。来週も聞きください。はい、来週も聞いてねー。